能登半島地震で被災した富山県氷見市は被災以降断水が続き復旧のめどが立っていません。姉妹都市である氷見市からの支援要請を受けて、島田市は昨日加圧式給水車両など3台と市の職員6人を派遣しました。救援のために向かう皆様方ですから、そのミッションをしっかりと果たしてくるように。職員らは今日氷見市に到着し、当面は7日まで給水業務などを行う予定だということです。